1983年アルフィーはいくつかの野外コンサートを含む大きなコンサートを経験。2日にわたる大阪城野外音楽堂でのコンサートを経て、8月24日夢の武道館でのコンサートを実現いたしました。武道館という、はい、ここら辺からお話を伺いたいんですけど、高見沢さん。はい、81年ですね、さっき言いましたように、うん、野外コンサートやって2年ですね。2年でした、すいません、2年に野外コンサートありまして、はい、そのコンサートの、最後にですね、うん、来年で結成して10年とかなんとか言ったのかな、俺言ったっけ。言いましたね。言ったよね、はい、でその来年夏でなんか10年ぐらい経つとか、うん、なんとかまた言ったんですよ、うん、違うこと考えながら一人で前の日考えたことと違うこと、うん、で来年まあなんかやるよみたいなことをね、あポロッと言ってしまったんですよ、うん、でスタッフがびっくりしましたね、うん、何やんですか、何なんだろう、いや別に何も考えてないけど何か考えろということで、それからスタッフ同士で考えまして、うん、いや何しようか、やっちゃいますかみたいなことでね、うん、えどこあそこみたいな、それが武道館だったんですよ、ここということでね、だからそこからこう1年がかりでどうしようかということでね、アルフィがその当時でできると思ってませんでしたから、まあ、あと1年経てばなんとかなんだろうみたいな楽観的な考えもあったんですけども、うん、一応じゃあ武道館で来年やろうということをそのあたりに決めまして、1年がかりでその時の野外コンサートの収めたビデオをですね、レコードの店頭でこう流して、うん、アルフィってのはこのぐらい変わったんだみたいなことをですね、うん、植え付けながらコンサートを回りながら、うん、来年は武道館で、武道館でやりますから来てください。全国アンケの旅を回りました。一人ずつ一人ずつこう各辺からこう集めてきたと言います。あ、本当、ね、かなり計画的にその頃まではうまくいってましたね。でもね、人生って面白いなと思うんだけどね、この武道館ってまあ口走ってしまったわけでしょ。武道館と言ってなかったんですけどね、なんかやるよって、なんかやるよって言ったというね。ここだから これ以上のことやらないといけないんですよね、うん、5000人以上のことやらない、そうそうそう、はい、でその時はだけどね、はい、まあ、だから人生ドラマだなっていう気がするんだけど、 その頃はヒット曲がなかったんですよ。ないんですよ。ないんです。ないんです。これは非常に反省してる、ね、よく周りでは無謀というふうに言われてましたね。無茶嘘ないとかね、うん、1万人で2000人集めてやるのかとかね、うん、よく冗談で言われましたけどね、武道館小ホールでやるんだろうとかね。この時にだからヒット曲がね、うん、出てれば、あ、そうか、ある日も武道館でやれるようになったんだろうなみたいな感覚で見られたと思うんですけども、うん、でも私ね、今結果がこうなったから言うわけではないんですけど、はい、でもひょっとしたらこれは本当のファンがずっとアルフィいたんだなっていう証明と思わない？そうですね、例えばやっぱり人間っていうのはうわーっつってね、花火が、はい、ちょっとのあるじゃない、はい、そうですね、だけどヒット曲ないのに来てくれるって、 そしてまたその時ね、すでにコンサートの前チケットが売り切れになってたっていうことですもの。そうですね、今思うと本当に今この10万人がある前にベースとしてね、すでにそのヒット曲だ、世間の噂だというようなことに惑わされない、うん、本物のファンがいてくれたってことね。そう、だからもう一人一人がみんな思い入れが強いですよね、うん、その頃ヒット曲なかったある日ですからね、うんうん、そういった人たちが1万人その売り切れて来てくれたわけですからね。そしてその売り切れ直後に、これもまた人生だと思うんですが、はい、メリーアンが大ヒットしたという、ね、そうです ね、 なんかね、この年は本当にいろんなことありましたね、はい、うん、そしてその頃のお客さんの反応はいかがでした、武道館。そうですね、うん、やっぱりなんか感謝の気持ちっていうかな、やっぱり10年間応援してくれてきて、やっと僕らがここに立てたということで、うん、すごく自分たちはなんていうんだ、披露宴っていう気持ちがちょっとありましたね、うん、もちろん結婚式とかそういうのちょっと違いますけどね、うん、まあ、これから始まるんだみたいなね、ここから全てが始まるみたいな気持ちがすごく強かったですから、うん、やっとなんていうんだろうな、これからっていうスタートラインに立てたなっていう気持ちが強かったし、10年間本当に応援してくれてありがとうみたいなね、うん、そういう気持ちが一番ありましたね。1984年8月横浜スタジアムのコンサートで3万人を動員、そして12月大阪城ホールでのコンサートは伝説にすらなっています。
ということで、ここですでにアルフィーは現在の形に近づいているわけですけれども、さて、まあ本当にこれはもうね、日本一の動員力のあるという、はい、これはもう本当に事実ですから、まあ、だけどこの1984年に3万人という数集めたことについては坂崎さんどうです？これも無茶だって言われたんですよね。これもだいたいいつもね、うん、無茶だって言われて来てるわけですよ。先に言っちゃうわけ。そうなんですよ。だからできるなっていうところじゃなくて、うん、大丈夫かな、でもやっちゃおうかっていう感じのとこが多いですよね、うん、ある日は いつも最初からそうです。その79年の400人の時からねで、だから心配はあったんですけども、うん、やっぱり売り切れたって聞いた時はね、うん、本当にやったなって感じで、うんうん、ねえ、そしてまあこの武道館から次の目標っていうの3万人、数だけのことではないでしょ。そうですね、うん、やっぱり野外ということでしたからね、うん、横浜スタジアムの場合は、うん、なんていうのかな、非常にこうさっき坂崎言いましたけどね、うん、今の自分とは非常にもっと高いところにありましたからね、はい、武道館とか横浜スタジアムなんか、うん、だから非常にこの緊張したし、うん、来てくれるのかなみたいな気持ちもありましたしね、うん、だからやはり最初のうちは地に足がついてなかったし、うん、ま、なんていうんですか、もうスタンドいっぱいでしたからね、うん、ホールでやる場合はすごくなんていうんですか、こう全体というかね、少しずつ部分見えるんですよ、明るくなると、はあはあ、ただ野外ですからね、うん、なんていうんだろう、こうスタンドのお客さんたちが山のように見えましてね、山がこう動いてるようにこう錯覚しちゃうんですよね、うん、だから非常になんか逆に興奮、その緊張が逆にどん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 興奮してきましたね。それでもう一つ、そのね、横浜スタジアムで僕らは意外と晴れ男と言いますかね、はい、どんなイベントやっても天気には恵まれてたんですよ、うん、ところがこの84年の8月3日だけはですね、雷雨でね、うん、嵐だったんですよ。その時間だけ、コンサートの時間だけなんですよ、うん、ものすごい雷とですね、うん、雨とですね、はい、ムカッとしましたね、バカ野郎、バカ野郎がまた出ましてね、うん、もう本当にこの被害者意識じゃないですけどね、うん、みんな雨に負けちゃいかんぞみたいなね、うん、ほとんど青春ドラマやってるような感じでしたね口に出して言いましたからね、うん、で終わった途端にパラッと晴れましてね、ムカッときましたね、これまたで水が溜まるんですよ、ステージが、ね、僕らだから雨のことを考えないですから、うん、絶対降らないと信じてますから、うん、だから水がもうこう溜まりましたね、チャポチャポに、うん、プールのようで、うん、そこでもうツルツル滑りましてね、うん、よっしゃいいのに、そこでまた遊んじゃうわけです、僕ら乾燥の間ツルツル、それでもうねみんなでツルツルずっこけましたね、うん、もうギターのネックで胸を打ちまして、ちょっと肋骨にひびが入っちゃったりとか、高みちゃうかなりムカムカしましたね。ですから打ち上げの時でもですね、うん、やはりこう一言の時にいろんなコンサートやってきて今日は悔しいと、うん、どうしてもこう年前つけるから来年見ててくれみたいなことをね、うん、関係者の前でパッと言いました、また言っまた言っちゃいましただからやはりその、ね、なんていうんですか、雨の横浜スタジアム、逆にまたそこで発奮しましたね、うん、まあ、なんかすごく安堵感もあったんですよね、あ、なんかできたなみたいなことで、そして1985年8月3日間の横浜スタジアムコンサートを経て、1986年8月ついに10万人コンサートを実現させたのです。というわけで今年の8月いよいよ10万人のコンサートに至るわけです。お待たせいたしました。では1986年 8.3 東京ベイエリアコンサートパート2、
闇に包まれた時でも必ず夜明け告げる羽は鳴る。ああお前と同じ時代に生まれて命が尽きる。
絶対にティアナに通じる思いで、作りました。13年かかってこの歌にたどり着いたような気がします。魂をかけて作りました。ロックだ、風に吹かれて。Oh,
に吹かれていたあの頃、俺たちの時代を忘れないで。1986年 8.3 東京ベイエリアコンサートパート2、曲は Sweat and Tears、 ロックダム、風に吹かれてでした。さて、10万人コンサートというとてつもないことをやってしまったアルフィー、これから一体何をするのか、何をやってくださるのか、どこへ行くのかね、そして何をと興味のあるところですけれども、まあ、一応ね、10万人まで来ましたから、はい、ここでもうアルフィーと言わず一、はい、人ずつの夢っていうところで聞いてみましょうか。10万人、ね、桜井さん、はい、何年でもですね、うん、このアルフィーとしてですね、はい、アルフィーの一員として歌っていきたいっていうのがやはり私個人のですね、うん、夢ですね。だからずっと一緒アルフィークルーズなのね。そうですね、はい、僕はそうしたいと思いますね、はいはい、70になってもロックンロールと、うん、で歌いながら痰が出てもいいじゃないか途中で喘息になってもいいじゃないか、休んで歌えばいいじゃないかっていう、そういう感じしますね、はい、坂崎さん、はい、まああれだけでかいコンサートやった後ですからね、うん、あとの頃は出前コンサートですね、うん、あよお待ち一人でやってくださいねで個人的な夢でしょそうそうそう、これはいいですよ、前にね、こういうお皿とか缶から置いてそれぞれ家の前行って出前コンサート、うん、ああもう本当に要するに音楽とかそういうものの原型に戻るという、うん、まあいつ戻ってもいいようにですね、千日解放みたいなのもまあそういう形になっても続けたいなと、うん、数ばっかじゃないですから ね、はい、ね、という、はい、そして高見沢さん、はい、まあ、基本的にはね、2人とは本当一緒なんですけども、うん、まあ武道館やったりとか、あと横浜スタジアム、3日やったりとか、うん、雨のですか、ライブ、怒りの横浜スタジアムとか、はい、その時非常に自分なりの次のことっていうのは非常にこうあったんですよ、テーマがね、うん、次こうしてやろうとか、バカ野郎次は晴れ3日間やるとバカ野郎とかね晴れ3日間だって自分でできるわけね自分で持ってく気分だ、そういう気持ちがあったんですよ、うん、これからだみたいなのはね、うん、だただ10万人やった時にはですね、うん、そういうことが起きなかったんですよ、うん、正直言いまして、うん、もう来てしまったというか、はあ、そっちの方が強くてですね、うん、逆にそのコンサートに対するなんて言うんだろう、自分にのなんて言うんだろう、怒りとかそういうものがね、うん、なんか起きないんですよ、うん、おかしいと思いましたね、これは、うん、次が見えないというかね、はっきり言っちゃいました、うん、これは困ってしまいましたね、うん、やはり何かこういじめられないと僕はパッパッと来ませんからね、うん、それでコンサートに対するものが少し自分の中で変わってしまったのかなと思ったんですよね、うん、ところが9月に、うん、最終仕上げでロス行ってきたんですよ、はい、で向こうの、まあ、ミュージシャンとか、うん、まあ、シェリーというミキサーとか、うん、そういうとこに会いまして、うん、まあ、向こうの技術とかね、うん、そういうものを触れた時にやはりこんな狭い日本でね、うん、そんなことでね、うん、10万人そこらでね、なんか考えるのがなんか、うん、すごくせこいというかね、うん、そういう気持ちになりまして、もっとそういうことだけでなんかさっきも言いましたけど量とかね、数で達成感を感じたのは間違ってた、間違ってるみたいな、やはり、うん、っていう、もうアメリカなんかの広大な土地の中で、うん、ポップミュージックっていうのはもう何百年もの歴史ありますよね、うん、その中で彼らはやってきてるし、そういう音をしてますし、うん、それだけの許容量もあるし、うん、神経質じゃないし、うん、まあ、陽気なアメリカンってこともありましたけどね、うんうん、なんかそうせっかく考えた自分の狭さというか、うん、そこに気がつきましてね、これならまあまだまだあると、まだまだあると、うん、そう違う意味でね、だから桜井君の言った70歳でも、75でももうキーポンロックンローですよ、そういう気持ちになんか自分が逆になれまして、うん、なんかこう、まあ、10万とかね、20万とか数いったらキリがないんですけども、うん、やはりその一本に対する姿勢というのかな、それが個人的に変わりましたね、だから、うん、ね、ですからまあ、今日言っちゃいますけどね、うん、また今年は10万人ということで、はい、一つの区切りをつけたんで、今年中にぜひともやりたかったことがあって、これが、やっと OK になったんですけども、はい、12月24日のクリスマスイブにですね、はい、オールナイトコンサートやります、はい、オールナイトコンサートということは、朝まで行くぞです
あれこれしかないんですもうね、これがもうライブの基本的な内容ですからねもう体力の限界に挑戦するという形で、もうあと気がついたら、あ、オールナイトが残ってるなと、うん、まあ、今オールナイトって言うとね、もう古臭いとか言われるかもしれませんけど、うん、僕らにとってみればですね、これは一つの自分たちへの賭けとか、うん、そういうものも含めてますし、やはりジ・アルフィーとしてのですね、うん、最後に残された扉ですからね、ここはもうやり遂げたいと。ただ数に限りがありますんでね、詳しくはまた追っていろんな形で、そうですね、お宅に連絡がいくと思います。そうなんですけどもそれはないです。そう、横浜スタジアムにテントを作りまして、うん、こうやるんですけども、あ、本当に、それが OK になりまして、オールナイト朝まで行くとバカ野郎っていうね、12月24日ね、まあ、そんなわけでして、うん、はい、ちょっとこう10万人でホッとしたアルフィーでしたけども、また次への10年というかね、そういうものがなんとなく見えてきたんで、期待してほしいと思います。そしてここで、はい、お一人ずつお別れに、ファンの皆様にメッセージというかね、一言何か。あ、じゃあ私桜井から、はい、みんな元気でね。またをね。そうですね。またね。僕は生きてますよ、まだまだ。今日こんなね、深夜に聞いていただいて、そうですね、うん、だから優しくお休みのなんていうのかな。まあみんなも体力をつけて、まだまだこれからツアーありますしね。はい、しっかりロックしてください。はい、お願いします。はい、坂崎でございます。まあ宣伝するわけではございませんけども、レコード買ってください。宣伝してるんですね。今回ロスでトラックダウンと。あと、勝手にやってきまして、かなり、かなり、辛口のすごいアルバムですので、はい、ぜひ、買っていただきたいと、はい、そして、はい、今坂崎も言いましたけどね、僕ら The Alfie としてはこのベイエリアがデビューコンサートだと思ってます、はい、デビューが10万人でしたからね、はい、これはやっぱり、レコードの方もちゃんと作んなきゃいけないと思いまして、はい、ロスまで、最終ミックスと勝手にやってきたわけですけども、The Alfie のデビュー版にはふさわしい、非常に荒削りなライブ感あふれる音になってますんでね、一度アルフィー聞いたことない方もですね、一度このアルフィーの音というのをですね、うん、聞いてほしいなと思ってます。あと個人的にはいつまでもこの怒りの高見沢を忘れないで、このなんていうんですか、いい人にならないように、はい、いつまでもこのパンクとロックとその反発ですか、70になってもエゲイルーと言うの寂しい老後が待っておっていいじゃないかないけど、そういうなんていうんですか、こう反発心というのは忘れないように頑張っていきたいと思いますので、ついてきてほしいと思います。お送りしてきましたミッドナイトライブスペシャルアルフィー、東京ベイエリアで行われましたコンサートを中心にお送りしてきました、聞き手は私高橋もと子、そして構成は榎木雄一郎さんでした。それではもう本当に残念なんですが、ここでねお別れになってしまったんです、はい、ということでお聞きの皆さんへのミッドナイトプレゼントということでね、はい、遅くまでね、本当に本当にありがとうございました。アルフィーの今出てましたけれども、はい、本当にノリに乗っている新しい作品、はいはい、2曲聴かせていただきたいと思います。これでお別れになりますけれども、それじゃあ高見沢さんから。はい、わかりました、それではですね、ジェジスの中から、シンギングジェネレーションと夜明けのランディング版を皆さんにプレゼントいたします。
心締めつける Oh, goodbye, my darling 最後の口づけで愛を焼き付けた夜明けの絵心引き止める吐き晴らした瞳に愛しさを感じても終わりを告げる Last flight information
朝日が二人の影を残して別れの泳いだ心締め付ける